どうも、海作です。今日はですね、まあ全然ごめんなさい、海作ではないんですが、小部屋で、隔離生活ですね、隔離生活の1日っていう企画を、ちょっと撮っていきたいなと思います。今日、ちなみにですね、9日目です。隔離生活9日目。はい。で、今、寝起きです、バリバリ。今起きました。はい。今、ちなみにですね、よいしょ。時間が映るのはこれな。こちらです。はい。11時55分。まあ、ほぼ12時ですね。こんな時間にいつも起きてます。でね、お気づきの方いると思いますけども、完全にヒゲサックです。はい。せっかくなんで、こういう時あんまりないんで、ちょっとヒゲ伸ばしてます。でまたね、前回も休んだ時にやったんですよ。で、小部屋でヒゲ確かヒゲサックとか言って、剃るとこお見せしたと思うんですけども、また今回はちょっとカジュアルタの部屋とかでやりたいなと思ってます。ちょっと一旦座りますね。そう。よいしょ。はい。今日はね、そんな、隔離生活を一人でちょっと撮っていきたいなと思うんですけど、いつもね、まず起きてから、ですね、熱を測ります。で、保健所のアプリがあるんですけど、保健所に送ると、自分の体調ですね。ちなみに僕も今9日目なんですけども、めちゃめちゃ元気です。はい。悪いところは、特にない状態ですね。はい。このように。今日は36度ですね。はい。36度っていうのを熱入れて、あとは、喉に違和感がないかとか、倦怠感がないかとか、あと関節痛がないかとか、もういろいろ、あるんですけども、事項が。自分で選んでいって、送信するみたいな感じですね。はい。だから9日間は毎日、毎朝、まあもうお昼ですけど、そんな感じですね。まずは保健所の方へ、保健所のアプリを使って送ると、体調をっていう感じです。はい。というわけで、まあ、本当に、ゆるくですけども、こんな感じの一日ですっていうのをちょっとやっていきたいなと思いますんで、お願いします。さあ、今ですね、先ほどはちょっと寝起きだったんですけども、タオルだけちょっと巻いてやっていこうかなと思ってます。あれからそうですね、約1時間ぐらい経ってるんですけども、ちょっとまあせっかくやったら、なんか、こう、持ち物を皆さんになんか今、どんな、部屋にはどんなものがあるのかとかを紹介できたらなと思って、今からご紹介していきたいなと思います。さあでは、紹介していきたいなと思うんですけど、まずね、こちら、これ毛布ですね。いつも隔離生活中はこの毛布で、まあ、場所的に言うとだからこのソファーですね、いつものこのね、オープニング撮ってるとこなんですけど、ここでいつもゴリッと寝てます。はい。ベッドがないんでね、まあ、体小さくてほんまに良かったなと思いますわ。はい。で、まあ、この辺は、あれですね。まあ、僕がいつも持ってるノートをですね。これで編集指示だったりとかを出したりしてます。はい。で、AirPods だったりとか、体温計だったりとか、また除菌系ですね。はい。これまたね、僕が隔離生活終わったらみんな使うんで、しっかりと換気もして、こちらで、ちゃんと除菌すべてヘアしていきたいなと思ってます。で、まあ、こっち荷物なんですけど、まあ、これ僕がいつも使ってるね、スーツケース。ここにジャージとか入ってたりするんですけど、まあ、これ私服ですよね。はい。これね、今、ポテトチップスとかここにあるんですけども、もうだいぶなくなったんですけど、親友のゲンがね、仕事終わりに届けに来てくれたりなんかして、本当に助かりました。と、カバンがあって、これが、あ、そうだ。嫁サックがね、いろいろ持ってきてくれて、これワンピースだったりとかね、漫画の本ですね。はい。持っ
ってきてくれて本当ありがたい。まあ、最初ね、家族も濃厚接触者になってしまいましてですね、まあ、1週間しっかりと隔離生活を送って検査もして今もう外に出れる状態なんですけども、そうなってから約だから今2日間かな、もうこうほぼ嫁さんが来てくれていろいろ届けてくれてね、もうこれバスタオルだったりとかですね、あとここにパンツ入ってたのかな、僕のパンツとか入ってたりとか、あとこれね、これは昨日かな、牛丼持ってきてくれて、お鍋でこうやってお鍋でもうこれさ食べてね洗っちゃったんですけど、ここにご飯入れてくれたりなんかして、あとこのね冷めないやつ、これに豚汁豚汁入れてくれたりとか、あとこれここに焼きそばが入ってたりとかね、本当に助かってますわ、ありがとう嫁サックで。なんかね嫁サックがね今日も、まあ、いつも起きた後さっき、まあ、それ撮影してなかったんですけど、僕のこれスマホで撮ってるんでいつも起きた後連絡取り合ってて、じゃあ今日もねなんか届けてくれるということなんで、ご飯を届いたらまたカメラ回して紹介して食べていきたいなと思います。さあ今ですね、嫁サックがお弁当をなんと届けてくれました。こちらです、ありがとうございます。本当にね外にね出れるようになってから嫁サックがね毎日のようにこうやって届けてくれて本当に助かってます。はい、めっちゃうまそう、これです。めちゃくちゃうまそうやこれ、だし巻きあってちくわの天ぷらあって下中にはね僕が大好きなカツオが入って、カツオとね海苔でっていうやつですわ中に。でこれがピーマンの肉詰めかな、でお茄子の煮たやつとこんにゃくって感じ、絶対うまいやんこれ、本当に助かってます。結構ねツイッターとか改作の楽屋だったりとかでねいろんな方々から心配の声があってありがたいんですけど、な中でも食欲あるんですかっていうの結構たくさん来るんですよね。食欲ね僕全然あります、ずっと初日ぐらいかな、ちょっと熱ある時は若干あれでしたけど、それ以外は全然はい。じゃあ嫁サックいただきます、絶対うまいでしょ。じゃあだし巻きからいただきます。うん、まだあったかい、うまっ、これですよカツオの、うん、マジでうまい、マジでうまいわ。こんにゃくのやつ本当に結構ね最初の方は結構途中かな、隔離生活3日目ぐらいから結構寂しくなってきて一人で、結構家族とねテレビ電話したりして寂しさを紛らわしてたんですけど、それでやっぱり寂しゅうて、でも嫁さくがこうやって毎日のようにね持ってきてくれるようになってからはこういうご飯も食べれるし、あと何よりもうすぐで終わるっていうね隔離期間が、なので今はもう寂しさはちょっとマシにはなりましたね。ピーマンの肉詰め、あ、これ中チーズ入ってあるやつや絶対ね、いただきます。うん、めっちゃうまい、チーズ入ってたやっぱりピーマンの中に、うまっ、最高やな、ありがたい。ネムサッカー結構ね今日とかも子供たちのお習い事だったりとか送り迎えも大変で、で夜でねご飯作ってってとこなんで、夜は今日の夜はおそらく何かウーバーを頼むかなと思ってます。はい、とりあえずこれ食べていきます。
さあ今ですね全部食べ終わりまして、嫁サックごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。腹パンパンですわ。はい、というわけでね、今から、ご飯食べ終わってお風呂入ろうかな。お風呂入ったりして、あとは仕事ですね。こいつ使って VTR のチェックだったりとか、あとまあもうちょっとしたら復活するんで、復活してからのスケジューリングだったりとか、そういうのを考えたりとか、あとはまあ YouTube ですね、また見て、まあ研究もそうですけどプライベートでも見てっていう感じで行こうかなと思います。嫁さんがね結構漫画持ってきてくれてるんですけど、なんだかんだ読む時間がなくて、なんか知らんけど、ちょっとそろそろ今日の夜とかも読もうかなと思ってる感じです。なので、次のシーンで行くと、おそらくボーンと時間飛んで夜とかになるのかな、晩ご飯の時にまたカメラを回したいと思います。さあというわけで、今ですね夜ご飯を、Uber で頼みました。一体何を頼んだかと言いますと、こちらです。王将の天津飯です。ちょっとライトがこれですわ。これね結構チームで会議した時とかにもみんなで Uber 頼んだりして、晩ご飯会議の時食べるんですけど、結構しょっちゅう頼むやつですね、僕好き で最近トンボがもうなんかめちゃくちゃハマってますわ。これになんか唐揚げと餃子がくっついてるやつ、それにめちゃくちゃトンボがハマってるやつですね。いや今ハマんのかいっていうね、結構前から僕好きで食べてたんですけど、中野くんとよく食べてましたね、これ。いいっす。ではでは、いただきまーす。絶対うまいでしょ、これ。これ、王将さんでね、タレを確か選べるんですよね。塩だれがいいかとか。こちらに僕はいつも一緒なんですけど、京風だれっていうやつですね。これっすよ。いただきます。うまい、めちゃくちゃうまいわ、最高です。うん、このように食欲も全然あるんでね、はい。で今日食べて、食べ終わった後ちょっと時間がね遅くなっちゃったんですよ、晩ご飯が。っていうのも、あの会社の楽屋っていうねアプリがあるんですけど、そちらの方でちょっとあの限定で生配信したりなんかして、ちょっと時間がこの時間になっちゃったんですね、遅いのは。でこの後ですね、だいたい僕まだ多分6時間7時間ぐらいに寝ると思うんで、それまでまた YouTube 見たりとか、あと今日嫁サックがあのお弁当持ってきてくれたタイミングでスイッチ持ってきてくれたんで、ちょっとどうしても僕がやりたくなってしまって、ちょっとフォートナイトやろうかなと思ってます。この後事務所なんでね、いつもゲームウェア撮ってるところがあるんで、そこでフォートナイトしてみたいな、でまたなんだかんだやって、おそらく朝方寝ると思うんですけども、またでは寝るときにカメラ回したいと思います。では食べていきます。さあ、というわけで現在ですね、時刻がこちらですね、はい、5時30分ですね。はい、朝ですね、もうね。だいたいこの時間に隔離生活中は寝てました。はい、というわけで、まあ本当にすごく緩い動画にはなりましたけども、隔離生活の1日ということでしたね。はい、まあ言うてる間にね、帰れるんで、でこの動画が出る頃にはおそらくもう動画も復活してますし、バリバリやっていきたいなと思います。はい、というわけで寝たいと思います。以上、隔離生活の1日でした。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。